ここが元の駅。誰？あ、ナナ、気をつけろ。大丈夫、私に任せて。私たち中央駅から来たの。嘘つかないで。外は大雨が降ってるのよ。そんなの無理に決まって。お姉ちゃん早く来て。リサ待ってて、すぐ行くから。と言っただろう。お前さんまで巻き込まれちまったじゃないか。大丈夫です、きっとなんとかなりますから。チェンよ、俺はコロチゾールが出すぎて幻覚が見えてるみたいだ。子供たち、幻覚じゃありませんよ。言わないの。みんなに余計な心配かけさせて。魔法使いさん？え？今あそこに誰か見てなかった？
のちっこい瓶があるから雨が怖くないの？じゃあ、あなたが守護霊？二人ともアイス食べるかい？食べる、ありがとう。麓の駅へようこそ。私は駅員のナナ。ここと巨木の駅の事務作業を担当しています。駅員さん、ちょうどよかった。守護霊のこと何か知りませんか？守護霊？おとぎ話はいろいろ聞いたことあるけど、てっきり神話か何かかと。あれは神話じゃない。俺のじいさんも見たことがある。俺のじいさんがガキの頃の話だけどな、駅長の日誌にも書いてあるはずだ。日誌を読みたいなら駅長に聞いてみないと。駅長さんは今どこに？駅長と駅長の奥さんは雨のせいでまだ山頂にある巨木の駅に取り残されてるの。あの日雨に濡れて人が一人また一人といなくなって、挙句の果てに山に黒い獣まで現れて、みんなパニックになっちゃって。麓の駅だったら外にも逃げやすいし、食料や水も多いから、駅長夫婦がお客さんを下山させたの。それがその時の写真。最初はゴンドラもちゃんと動いてたんだけど、何人か麓に送り届けた時に黒い獣が地震を起こしたの。それで巨木の駅も雨漏りし始めて、駅長夫婦は頑張って全員下山させたんだけど、ゴンドラが雨に濡れて壊れちゃったせいで夫婦二人だけ山頂に取り残されちゃった。最初は駅長夫人が山頂で演奏した曲の音色がスピーカーから流れてきてたんだ。あの時はピアノの音が流れるとすぐに雨が弱くなったからな、みんな驚いたもんさ。でもある日から急にレコードの音に変わっちゃって、それによくジジジって変な音も聞こえるようになってさ、きっともうレコードがすり減ってるんだと思うの。俺はそんなことより駅長夫人がピアノを弾かなくなっちまった理由が気になるよ。やっぱり早いとこ山頂に行って確認するぞ。山に登るつもり？方法はいろいろ考えたんです。自分についてきて。
Come on.
行こう。エコー。